6対2のボール回しなんですけれども、4色、2人ずつの、8人組です、6対2のボール回しで、ワンタッチプレーでボールをポゼッションします、ただしいくつかの条件付けがあります、まず1つ、外の3色6人は同じ色の選手にはパスを出せません、例えば赤から赤、黄色から黄色、紫から紫というような形でのパスは出せません。もう一つの、条件付けは同色に先ほどと同じようにパスも出せないし、パスを出した相手に戻すということもできません、以下の条件付けをやりながらボールを回していきます。段階に応じて条件付けを徐々に負荷を高いものにしていくと、効果的だと思われます。あとボールをポゼッションしながらポジションも移動してボールを回すようにしてください。目的としては状況判断、ボールコントロール、技術の精度などが挙げられます。やるべきよ。それあの困ってやらなくていい。リターンパスはなくて今回。はい。はじ。